見えるか。どうでしたか、犬。確かにロッキーめっちゃいたな。確かにめっちゃおった、うんうん、安心感半端なかったで。でもやっぱりいただきます。ゆっくり食べます。何やろこれ、分からず撮ってるからね。ちょっとアイション撮ってる、うん、一緒なの。わ、マネ撮っといた。今日はゆいなが初マタギです。まさかの研究生じゃないというね。研究生メンバーのマタギからじゃなく、あ、そっか、研究生もマタギたことない。うん、マタギたことない。あ、マジで、うん、初めて。うん、そう来てくれました。16シンパシーめっちゃ好きなんですよ。イエーイ、はるかのパパも言ってた、ほんまシスター踊れるようなんだパパ。え、な、すごい、うん、え、でもはるかな、この間な、うんうん、ショールームではな、言ってんけどな、ゆいなとな、うん、同じ、ゆいなと、うん、一緒に、うん、全部の公演出てんねん。何で、うん、あれ M 絶対出ないかんやん、こいつ。やばいです。今そういうことですよね。え、違う違う違う、今までね更新してきたよって。だって結構タイム一緒に出たし。そうで、何倍も出た。あ、何バトルも結局一から両子またやる。そうリーダーのやつもやってる。そう、ほんで N プランも出たことある、一緒に。で M もあるやろ、誰ため。ある、 D2 だっけない。うん、ゆいなの初日おってん。なるか、やばくない。もうさ、ずっとおんねんけど、なんか何とも言われた。ずっとなんかおるんですよ、なんかね。じゃあ、M コーナーかな。うわ、はるかにゃん。それなそれな。いや、はるかだってほんまに想像できひんもん、自分がおる、うん、リセットとか似合いそうだけどな。うっそー、ブルーサムとか。あ、うん、ブルーサムショックです。あれ大好き。でもあれがいっちゃん好き。恋は突然やってくるよ、うん、あれは大好き。足元聞こえなかった、あれめっちゃ好きです。この前アンポジションカード時にミ、うん、ーグがフロントで、普通に息打ち出す仮装や。強い、気合いの入れ方強い。うーん、寝てほしい。そう、はるかね、かっこいい曲が好きなんですよね。かっこいい、大人っぽいみたいな。似合わへんと思うぐらいセットリストとか全然違うかもしれない、うん、ほんまにそう。絶対そう。ほんまにそうなんよ。だって、うん、1曲ぐらいさ、めっちゃ N っぽい曲があってもいいと思うね。うんうんうん、そういうのが多分あんま思いつかへんからこそ、ほんまにストリートが全然違うなって改めて思った。だって全然なんかもう自信なくなっていっても練習すればそうなんでいいの。え、前から言ってない、前のさ、うん、川上チーム N の時から言ってない。なんか N の公演で言う時マジで自信言ってるよな、うん、なんかレオパンの時も言ってるくない。え、うん、ルビーがどうやばいみたいな。やった、なんかな、こいつは体に合ってる。うん、アイスに言っちゃ合ってる、うん、難しい、自信がなくなっていくで練習してて。だからこそ練習する、すること多くなる。いや、そうなよね、うん、こうやってガガがさ、うん、ちょっとセリ上がるの、うんうんうん、でチェックするやつ、うんうんうん、スタッフさんがさ、うん、仲いいからさ、うん、うわー、ゆいな似合わなさそう。苦手そうな曲やなーって。そうですよね。ガガが一番練習したかも。うん、一番最初に振り入れしたし。うん、臭いものもめっちゃ練習した。あ、うん、あれはむずいってね、うん、聞きますね。ゆみさんとゆかさんもめっちゃ教えてもらいました。あ事故。コメントでなかった。あるかも。ゲート曲どうでしたか。お弁当ゆいな食べてるって食べてるよ。でもはるかの方が減りが早いですね。そうまあほんま喋ってるよ。やっぱゆいなはうるさいですから。今日暑かったな。もう暑すぎてびっくりした。なんかもうセンターの
立ち位置のところめっちゃ汗落ちててね、びっくりしました。自分で研究生の頃思い出した。ユニットね、怖い。やっと自信持ってできるようになった。なんかうん、いやそれだめっちゃ思う。なんか DMM で見返しても、うん、めっちゃ生きてるやんって思う、うん、めっちゃいいと思う。でも、うん、なりきってますね、うん、あー、うん、シワシワ。めっちゃ臭いもの歌いやすかった。うんうん、なんかさ、ディレンマが難しすぎてやばい、分かってたつもりやのに全然分かってなかったで。やってみたい。でも似合わせるな。やってみたいね、めっちゃ。わかる、うん、何なんであろうか語り出してしまうから、歌詞マジでな、なんかちゃんと聞きたい、うん、全部もう聞いてるんですけれども、夢中でさ、うん、自主練習ってなっそうなんて夢中人ゆいな、なんかあれやん、センターでやってほしい、うん、なんか機会があれば。でもさ、自分でめっちゃ合ってるな。え、そう、うん、ユイナのキャラになんか歌詞が合ってる。なんか渚さんとはまた違うタイプやねんけど、うん、合ってる。なんかめっちゃ泣きそうなのでめっちゃいいと思う。あかへん、ユイナが買ってきてくれたチョコレートアイス食べます、うん、なんでチョコレートアイスとか言ってるのやばいわ、もうなんかもう頭がもうポーンって、うん、めっちゃ待ってない。何ぐらいよ、あはははラフェネさん、何ぐらい本題です。何ぐらいですか。そう、ちなみに今日はユイナが出てくれたっていうのもあるんですけど、うん、シンシンがそうだよシンポジで隣で踊ってくれてました。なお、壁やっけハルリンスはもちろん、ナオハルもできましたよ、ね、今日やば、めっちゃ嬉しかったし、うん、なんならうちレナと久しぶりに声出たんよ。あー、ほっか、もうなんかもう感動したよね。レナが違うところにいるっていうのもめっちゃ感動したし、シンシンとハルカがダブルセンターで、かるダブルセンターって言った2人で引っ張ってるのもなんか集めていこうと思うし、なんかすごいより一層居心地が良かった。やっぱ同期っていいなって思いました。わかる。しみじみ。ちなみにカレンタンは始まる前に会いましたよ。頑張ってねー。言ってやってくれた。ゆいながらできるって。言ってた言ってた。頑張ってねーって言って帰ってました。六期生。同期ですね。そうですよ。言ってそう。言ってそう、おもろい。楽しかった、うん。なんかやっぱり、うん、なんかこう、なんやろ。マジで楽しかったね。なんか、ユイナは、うん、存在だけで笑えるじゃないですか。褒めてる、めっちゃ褒めてる。もう存在だけで笑顔になれるんですね。だから、うん、ありがとう、うん、もうあの休戦協定あの聞いてください。休戦ちょっと聞いて。休戦協定でね、あの2番の B メロの歌割りがユイナとハルカだったんですけど、そこでね、こう2人とも端っこから走ってきて、真ん中でハイタッチをして交差するっていう振りなんですけどね、昨日やったっけ、昨日
あの練習して2人で練習しとったんですよ。そしたらもう今までにないぐらいのなんか思いっきりハイタッチされて、もう音もパチンって言ったんですよ。もうめっちゃ痛くて痛って叫びながらサビ越えて踊ってたんですけど、今日はなんとかすれました。かすれたやろ。もう悲しい。昨日ね、まあ、うまくいったっちゃうまくいったわけじゃないですか。さすがにさ、痛くしたらあかんなと思ってちょっと引いたよ。そしたらかすれました。これがハルリンスです、うん、そう、全力でいくのが大事、多分お互いに気を使いすぎてかすれましたね、そう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 、気を使った結果なのよ、それがハルリンスです。そうそう、空回り、そうそうなんですよ、空回りしちゃう2人なんですね。あれはでもなんかさ、スポーツとかかぶりがちやん。そう、ほんまさ、ピースだって反対に言ったらさ、はるかも反対に言ったからさ、気が変わるんだよ。ほんまに神様が悪い感じで、まあ、気が合うということで。ね、ティッシュちょうだい。もうやばい、やばいよ。そう、いけたわ、いけました。発表されました、前も。イエーイ、そうだね、皆さん、まだね、リツイートできてないんですけど、私もリツイートできてない。娘が好きなアイス食べてる。美味しいよな、これめっちゃ好きです、はるかも。でも久々にアイス食べたかも。朝食べた。朝ご飯食べる。どんな家朝のランプって。肉だがって言われても肉だって言われても肉だがって手が冷たい。嬉しいこと言ってくれるね。恋しよう、ゆいなと恋たこしよう。ご飯作ってあげる。うわ、そんなん言われたら、はるか作られへんやん。知ってる。たまにはママインスタとかでさ、めっちゃコロナの時にさ、なんか料理作ってなかった。ケーキやろ。すごいね。びっくりしたもん。はるかが料理。でもこの間な、謎にな、なんかそういうさ、お菓子作りキットみたいなのあるやん。あれを使ってではあるけど、なんか。ガトーショコラ作りたいと思ったん、作らんかったけど。これが家族の中で包丁持ったらかんしれてるもんな。そうやね。この間、なんか先週か、先週ちょっとまあいろいろあって、あのお母さんが、いなかったんやんか、もうあのご飯がやばかったです。作らんから。うわ、絶対食べへんか。コンビニやん。そう、なんか、そうです。目に見えてます。そう、でもそうなるよな。そうなんよね。お母さんが帰ってきて、えーって言ってた。そんなーって言ってた。炭酸飲んだらくなっちゃう。おいしい。でもこれってさ、炭酸強いよな。だって強炭酸やもんな。見てなかったわ。強いな。見てなかった。よかった。元からクマひどい。とりあえず。ここでさ、でもさ、言ってあげるからさ。ハルリンス。あれじゃないの？うん？ここで決めていくんかも。うん。どういうこと？そう、恋たこ。そうやろ？え？炭酸出てきた。なんか踊ってます、隣で。でよし。殴らするぞ。殴る仕方教えて。え？仕方？ありがとう。ありがとう。ミクちゃん頑張ってねって言ってくれたから。ミクちゃんが決めて。ミクちゃんが決めたらいいんだな。シュワシュワ。あれやんな。
と新生活の新生活の、うん、あ MC の方に向けたエールみたいな二人して自分で分かってない。やりましょうか、やりましょう。何がいいかな。これはもう何ですか、勝手にはるかが決めって言ったらいいか。それを言ってる。あ、それを言ってた。全然伝わらんかったよ。びっくりするぐらい伝わらんかったわ。新生活何でも OK。 どういうこと。まあいっか、はるかが何か決めればいいですかね。もう OK、OK かな。はるかブログの時間もあるからな、早くしなあかん。え、今何時、大丈夫。え、やばいやん、やばいですね。ちょっと急ぎますこんなユイナと喋ってる場合じゃなかった聞いたまえユイナと、そうやろ、やっぱそうやんな。ほらそうやんな、やっぱユイナとはいつでも喋れるから22時27分やって22時27分はい、急ぎますはい、ということで急ぎます。エールも私考えてる、何がいいかな。休める、自分もう決めたこれではるちゃんパワー受け取ってやろ。あ、はるちゃんパワー受け取ってない、いいな。なんで私やねんいいな、いいですね、ゆいな、すごい、褒めとこ、いっぱいいっぱい立てときましょう。ごまごま、ごますりごますり。ほんまに寝れるときに時矢にかけて、休めるときに休みなしか出てこない。いやいや。だって新生活そうじゃない。ちゃんと自分をいたわってあげないと。オッケー、わかった。決まった、みんな。いきますよ。これで絶対みんなも頑張れると思います。聞いててね。いきますよ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 。はるちゃんパワー受け取ってな、自分らしくファイトシーンってなるのやめて。なんかマイティも空気読んでもシーンってなりました。ほぼラビの一人ごとやんできてるの間違いない。オッケー、もうこれで決めた、これに決めました。私はもう、ということで私はブログの時間があるので、ちょっと終わっちゃいます皆さん今日はなんかごめんな、そうやね、そう、皆さんも多分待っててくれてると思うから、ちょっと、あ、頑張れる、ほんま優しい。そう、もうね、ちょっとあのゆいなとのなんかね、いつも通りの会話を聞いていただいちゃったんですけど、ちょっと申し訳ないです。ハルリンスをね、ちょっといつもの感じ出しちゃって、ということでちょっと終わりたいと思います。ブログ書いていきたいと思います。じゃあランキング読みます。いきます。13位、ゆいかちゃん、ありがとうございます。12位ポンズさん、ありがとうございます。11位エドウィンさん、ありがとうございます。10位フーニャ、ありがとうございます。9位カニさん、ありがとうございます。8位佐藤さん、ありがとうございます。7位ヤブちゃん、ありがとうございます。6位アビービジャーさん、ありがとうございます。5位シンチー、ありがとうございます。4位ヒデさん、ありがとうございます。3位ムラッチ、ありがとうございます。2位中小原さん、ありがとうございます。そして1位がモブランです、ありがとうございます。本当に皆さん今日はあのすっごいゆるい配信、もいつも以上にゆるゆるな配信見ていただいてありがとうございました。何グラムね、あの送らせてもらうので待っててください。それでは本当にありがとうございました。また公演の感想を教えてね。昨日ね、昨日おとといぶりの方もたくさんいらっしゃって嬉しかったです、ありがとうございました。それではちょっとダッシュでブログ書きます。ありがとう、またね。